誠治、おめえ何ビビってんだ、おの野郎。え？あのイカツイカはおめえビビってる証拠だろうが。学校にはいい思い出がねえもんで。あの学校がおめえを退学させたわけじゃねえぞ。分かってるんですが、やっぱり俺には学校を立て直すなんて自信がありません。あいつらの面倒をおめえ立派に見てきたじゃねえかよ。いや、それとこれとは違うねえよ。あの学校の生徒さんはな、おめえの舎弟だと思えばいいんだよ。はい？はいじゃねえよ、お前。すいません。今まで通り親身になって面倒見てやりゃいいんだよ。はい。うっす。あ、そうだ、これはよ、学校に落ちてたんだよ。ああ、これが何か。それな、あの学校に溜まってる海で。これ。ヨスさんからです。パスタは俺と鉄の分しかねえからな。ありがとうございます。おい鉄。はい。お前、俺があげたシャツ着てねえな。いただきます。いやいや、おいおい、ミノル。おい、商店街の橘さんのとこに花の種とか球根とか、あとあの栄養のある土とか発注しとけ。なんでですか。学校には花が必要なんだよ。それ例えでしょ。ん？あ？え？あ？ん？あ、ああ、いや、さっきのガラスも何なんすかね。答えはてめえで探せ。それが親父さんの教えだ。笑顔の練習？日村さん、ビビってたんすね。イカツイカはビビってた証拠。学校の経理に不備がないか確認するぞ。もう健一さんが鉄にやらせます。